こんにちは、翔太です。それでは、コルテックスのお城をやっていこうと思います。ここ見た目、これなんや、未来の戦士。あ、こっちが風船か。ちょっと残念やな。じゃあ、未来の戦士でやっていこうと思います。ここめちゃめちゃ難しかったんで、まあ、30分以内の攻略を目標にやっていこうと思います。30分以内に行けるかどうかがめちゃめちゃ心配やな。結構それぐらいが妥当だと思ってやっています。今わしを探そうったって無理だぞ、ネオコルテックス。この城は迷宮だ。おわ、気づかんかった画質悪いからわからんわ。もうチェックポイント早っ。もうチェックポイント、おお、来た来た来た。でも全然関係ないんですけど、なんか洗濯物にシミがついて、洗濯物というか服にシミがついちゃって、クレンジングオイルを使ったり、なんかつけ置きをしてみたり、いろいろやってるんですけど全然落ちなくて困っています。まあ安い服だったんでいいっちゃいいんですけど、なんか気持ち悪くて、最近ずっとそれを何度かならんかって、そればっかり考えて生活していたらしくて死んでしまいました。あぶねえ。え？ボーナスが目の前にあったのに。これは微妙やな。うそーん、ここ別に難所じゃないんやけどな。で、ここクリアした後どうしよっかな。一つはタウナとかのやつをまだアベコビやってないからそれやってもいいし、ただ個人的にはコルテックスの記憶やけのかけらをやっていきたいんよな。ちょっとあ、やっぱさっきのバグやったんや。え？マジか。個人的にはコルテックスの記憶取りに行きたいから、それ頑張ろうかな。
めっちゃむずいんじゃん。アポケルバおるか。アポケルバやっけ。アポケルバや。これどう？あってそうやけど。合ってるよね。合ってるわ。あっ、え、待って、この先の道が見えへんの。え、触れてみる。あれ、いけるんかい。なんか一周目にも同じことやった気するわ。同じこと言った気する。これで下に出たから、先下行ってよかったような気する。どう？やったー、一発成功。一発？一発やっけ。やったこれ一周目だって 80% までは取ってるもんね。あーれーそんな気はしたよ。ちょっとちゃんと見ていこう。よし、最初からこうすればよかった。あやっちまった。わー、いけるけど、ちょっと待って。あー乗れへんね。よし、あの上はどうやって行くんだろう。わあやべ、これ早いこと次のチェックポイント行きたいな。よし、あれ、え、あ、やっべ、ほどけ。よし、
危ねあれ？ちょっと待って待って。さっき見えたんはこれか。じゃあいいんか。上がってきてくれ。あーワンパンかよ。アクアク守ってくれよ。あ、さっき見えたんだ。これか。じゃあいいや。怖いな。よし。乗ってきゃいいんじゃないの。乗せて。一緒に走っていけばいいんやっけこれ。おお。まあいいや、なんかたどり着いたからよしとしよう。あーこれコルテックスがなんかやったんよね確か。新コルテックスと旧コルテックスが戦った果てが今のイベントやった気がする。あぶね。今あの上にあったやつとか一瞬気づいたんかな。え？ちょっと最短目指していくか。しゃあ、こうやろ、こうやろ。一周目よりは確実に馬なってるわ。あー踏みたかったそこ。よし。あーやってもた。ここめっちゃ楽しいよな。なんか一瞬目すんげーイライラしたけど今めっちゃ楽しいよ。待て待て待て。わかったわかった。
らいやん。これ正規ルートやわ多分。ちょっと待って、ここまで濃厚でこなあかんのがやべえな。惜しい。ああでももう30分ぐらいか、もうゴールできるなこれ。慣れてきたらめっちゃ楽しいんやけど。2箱たらマジか、もうなんなんやろうなこの2箱とか。はい、12分の12取らなあかんのか、きっつ。しかもだいぶコウモリクラッシュとかかな、分からんけど。まあちょっと一旦今回はここまでにしようと思います。ちょっと次から頑張ってコルテックスの記憶を集めていこうかなと思ってるんで、もしよければ見ていただけると嬉しいです。これからもクラッシュバンディクー4をやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。